はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回もね、みんなの投稿を見ていくんですけど、今回はあのお二人がねチームコンボをしたということで、こちらワクワクピーナッツ×アルシオーネチームコンボということで、まあ、ラリホンチャンネルの見せプレイといえばのお二人なんですけど、まあ、二人ともね、海外でも注目されてるというか、海外の見せプレイ集にももう全然レギュラーのように出演しているこの二人がチームを組んだコンボということで、まあもう本当にドリームチームということで、夢のコラボということで見ていきましょう。さあ、ファルコとファルコンということで、ちょっと合わせてるのか知らんけど、ガオガエンにやっていくと、もう出てるキャラ全部青いっていうね。めっちゃ青いけど、さあ横火落として、踏みつけて、ドーフィンするんや。はい。どうした？もう、たまったもんじゃないよ、これ、ガオガエン。きっとね、この二人のことやから、実戦で決めたんやろうな。いや、やべえよ。なんなん、このレベル。いや、もっとコラボしてほしい中の二人。続編待ってます。ラリホンさん見てくれて、ありがとうということで、ワクワクピーナッツさんね、僕が見せプレイ集初めて投稿した後ぐらいにこの動画をね投稿してくれて、見ていきますか。もうね、感謝をするのは僕の方なんですよね。僕とラリホンリスナーですよ。感謝するのはね、ほんまに。こんな、すごい高頻度でね、すごいプレイとか見せてくれてね、楽しませてくれて。それはね、そのアルジョネさんにも言えるんやけど、本当に、マジでお二人、超貢献してるよね。俺の毎日投稿に。毎日投稿ってやっぱり素材が必要なわけやん。本当にありがたい。しかも、めちゃくちゃ楽しいしね。コープレイ、見せプレイ、チンプレイ集16ということで、ワクワクピーナッツさんのね、最新の見せプレイ集見ていきます。さあ、スタートはパックマンの見せプレイかな？テクイからね、パックマンといえば。そう。さすがにそれじゃバースちゃんと。意外と空重いね。なんかバースそうやったけどね。メロン使うかな？はい。え？え？お！なんかちょっと理解すんのにちょっと時間必要やったわ。今の完全に。なるほどね。メロンで消火栓飛ばしたんや。ちょっともう。何それ？めちゃくちゃパックマン深いな。タイミング悪かったな、これ完全にがの。さ、これは。出ました、カリントーミー。カリントーのようなキャラクター。さ、これは？ま、それ死ぬんか。いいね。もう自分が帰ってこれやんことは承知の上の見せプレイってことだよね。さ、今回パックマンが多めか？パックマンはもう絶対テクイ。アイテム使ったコンボが自由自在やな。アイテムも性質もさ、5種類ぐらいあるじゃないですかね。なんで、本当に見せプレイの種類も5種類以上もっとあるんでね。ただめちゃくちゃ読んでる。さすがに死んでしまうと。レバガチャしなよ。いや、下を抜けるやんか。さすがに150%ぐらいあったら抜けるやんかな。リドリーもうまいということでね。ベオか。いいね。ベオのコンボは？おい。さすがのワニも、重くても、崖端まで行けば死んじゃうというね。さあ、セフィロスか？セフィロスかこれは。ベオネッタ連続かと思ったらセフィロスが、ベオネッタに押し置きしていくと。いいね。すごい。で、あのね、シャドウフレア1個でもね、端っこに行けば死んじゃいますからね。タイミングなんです、問題はね。え？え、ちょっと待って。え、さっき何で死んだ？このパックマン戦。え？あ、メロンか。それはやばくない？メロンの消火栓の上に飛ぶ水で、上に打ち上げて？初めてだ。メロンの使い方今日すごいな。カルチャーショックが激しいわ。メロンってこんなに自由自在というか変幻自在にいろんなコンボできるんですね。さあ、インクリングも多めですね。ちょっと今回は、ね、一緒のキャラが多めで、いいね。いろんな種類の見せプレイ見せますね。これは？見てよ。受け身して。わ、受け身したけど、だ、関係ないと。あれはジャンプ受け身しとったらギリギリだとか思われるの。そんなんね、あそこで受け身したら、受け身しても意味ないとかそんなんわからんもんね。うわ。いや、これ、強いなあれ。ね、リベンジからの。崖のリベンジすごいね、なんか強いと思っちゃうよね。あれ見るとね。さ、今はちゃんと横スマ上シフトしてますからね。ちゃんとぶっ飛んだ場所とかね、技が入る場所を、ちゃんとヒット確認というか、見てますからね。テクイなこれはさすがに73%で死んじゃう。もう空は 70% ぐらいあったら多分死ぬんですよね、あれね。これは？ほい。あ、気持ちいい、これ。ファイヤーボール当てたらさすがに何でも入るんでね。コンボが。そこで空中へしてから、メテオと。これも気持ちいいよね。バギクロスメテオと。やってみたいな、いかがやな。なんかね、真似できそうな気はする。気はするだけかもしれんけどね。マジで今回パックマンが多くて、いいね。全部違う当て方やしね、アイテムの使い方。さあ、緑？いいね、読んでる。あ、全部読んでる。ステージの真ん中からね、下スマ打っときゃいいってわけじゃないから、ちゃんと読んでる感があっていいね。これは？当たって？その場受け身してしまったのがもう終わりだったね。これは？落として？
そこのファイヤーボールというかあれでね、あれ落ちるんですね。ダウン展開になるんやな。結構ダウン展開になることってまだまだ知らんもんが多いな。さあ、まあレシスイロスはね、後ろ投げがダウン展開になりますからね。戦場台があるとね。さあ、うまい。あ、これラストか。いや、もうなんかもうなんか鳥ってわからんのよね。全部のプレイが大鳥を占めるようなクオリティなんでわかんない。あ、これか鳥か。おい、割っていく。さあ、あ、いい、いいセッティングしてるよ。終わって、おお、ちょっと今のは割るつもりだったのかな、わかりませんけど。おい、うまくいってなくね。なんか人間アピールしてるんかもしれんけど、化け物だよ。はい、こちらカズヤということで、何やらうまいプレイを決めたらしいです。さあ、対戦相手はワニということで、コンボフードくんです。はい、コンボフードくんが、はい、もうカズヤに掴まれて、もう何が起こるか皆さんお察しの通り、はい、もう気がつけば死にますとね。まあ、気がつけば食べちゃうような、うん、みんな好きなお菓子ありますか。好きなお菓子、気がついたらなくなってるでしょ、袋の中身。それなんですよ、ワニって。ワニはカズヤにとっての大好物ということで、はい、もうとんでもない。でもなんかいいプレイ決めたって言ってましたけどね。それはいつなんだろうか。さすがにさ、さっきのね、即死コンボ、まあ、うまいけど、言うて一般的な即死コンボではあるから、そんなね、物珍しいとまでもいけないからね。さ、はい。おー、さすがに今の、死ぬか。うん。ワニなら耐えてほしかったけど。来るか最終ストック。はい。踏みつけ？おしゃれすぎる。いや、これはリプレイにするわ。確かに。なるほどね。そういう感じか。道連れにもそんなおしゃれさがあったんですね。道連れにも店があると。はい。というわけで今回もね、みんなの投稿見ていったんですけども、最近全然言ってなかったけど、登録ぜひね、してない方はお願いしたいです。なんでかっていうと、もうすぐ、チャンネル登録者9万人目前ということで、もうぜひぜひね、まあ、5月には突破して、まあ、9万人記念配信、ちょっと長時間のね、配信とかもしたいと思っているので、ぜひね、よかったら、お願いします。今何人だろう。今8万9000は言ってると思うんですよね。8万9600人ぐらいもおったかな。この前の VIP 長時間配信で結構増えたんですよね。あ、もう8万9700人だ。だからあと200何十人ぐらいで突破ということで、ぜひね、この動画見てるまだの人はよろしくお願いします。